皆さんこんばんは。明るく楽しくマニアック指揮作曲文筆ネット音楽解説の徳岡直樹です。先週からフルトヴェングラーの残したブラームスの交響曲第1番全10種類第4楽章だけの断片1つを含む演奏、その全てについて検証解説、私が見出した聴きどころやそのレコード化の過程、快適に聴くことのできた CD をご紹介しております。くどいようですけれども、これってあくまで私自身の主観感想です。私の部屋で私のオーディオシステムで聞いた結果ということですので、私の気に入ったレコードが皆さんにも同じように楽しんでいただけるとは限らない。ですので皆さん、くれぐれも私の紹介したレコード CD がネットオークションで急に値上がりするなんていうことのないようにお願いします。そもそも私、レア版の類ってめったに買いません。旧ソ連メロディアなどの LP レコードにしても、1枚2000円を超えるものはめったに買いませんので、私、高価なレア版、初期版を買い集めたりはしていません。そして、このレコードでなければ、この演奏の進化はわからないというような言い方もしません。はい、まずこの点だけお話ししておきたいと思います。では早速、今日も残る4種類のフルトヴェングラーのブラームスの第1番聞いていきましょう。今日はまず1952年1月27日のウィーンフィルトの演奏になります。この日のコンサートはオールブラームスプログラム、ストリストこそ違え、前年1951年10月27日のハンブルクでの演奏と同じ曲目構成ですね。このウィーンフィル版、3日間行われた公演のうち2日目、1月27日の午前11時からのムズイクフラインザールで演奏されたものです。つまりマチネーだったわけです。そしてこの同じ日、夜8時からは、これ檜山ディスコグラフィーでは夕方5時とされてますけれども、今度はシェーンブルン宮殿でウィーンフィルトのモーツァルトのプログラムによるコンサートが開かれている。その夜の公演でのモーツァルトのピアノ協奏曲第22番パウル・バトゥーラ・スコダとの共演ですけれども、この演奏、フルトヴェングラーの記録の中でも最も複雑な、その録音の伝承、レコード化に様々な問題のあるものですので、これはまた後日別の動画を作って解説したいと思います。はい、この1月27日のブラームスの1番ですけれども、フルトヴェングラーの演奏としては比較的後期、1984年、巨匠の没後30年を記念して EMI が初レコード化したものです。実はそれ以前に没後25年にあたる1979年にまず二重協奏曲がレコード化されています。ま、なんと言いますか、コンサート全体の曲目から徐々に切り売りされて出されていたわけです。この第1番、先ほど聞き直してみたんですけれども、先週お話ししたハンブルクとの演奏はいろいろ対照的なキャラクターを持っている。収録音質がそうですし、オーケストラの柔軟性がまるで違います。録音状態はさておき、実際に鳴っているオーケストラの音だけを見てもハンブルクの演奏とはまるで肌合いの異なる音楽として響いてきます。全体としてもちろん見事な演奏なんですが、どこかつかみどころがない感じもする。よく言えば平穏で標準的な演奏です。第一楽章も確かに立派なんですが、意外に集中度が甘いと思われるところもあります。体温の高い部分と平熱に戻る部分があるということで、悪く言いますと全体にちょっと生ぬるいと思われるかもしれない。第二楽章も美しいですが、いつものフルトヴェングラーの魔法よりもオーケストラそのものの美感の方が勝っています。第三楽章はしっとりとした踏み外しのない演奏、そしてフィナーレになって急に体温の上がる印象もあります。決めどころもきちんとしていますが、ベルリン版のようなドラマティックさというのはまた違うんですね。オーケストラの音色もあって、なんと言いますか、聞いていてこう微笑みが浮かんでくるような感じがする。フルトヴェングラーの演奏は聞いていて修行させられているような空気の感じられるものもあるんですけれども、ここではその気配は薄れていると思います。ウィーンフィルのあのオルガントーンもちゃんと聞こえますし、このブラームスの1番という作品の素晴らしさはここにあるんだ、こういう曲なんだよというのを説明してくれているような演奏です。これはウィーンフィルというオーケストラの特質もあると思います。ただこの演奏、褒める人は非常に褒める演奏です。例えば諸井誠さんが、解釈のコンセプトは1947年の演奏と同じだが、ライブの緊張感が大いに感じられる。これに比べると1952年ベルリンフィルトのライブはかなり劣ると書いておられます。私これを読んでへーと思った。まあ皆さん、これも読み方はいろいろです。 ATM 風に申しますと、これはあくまで諸井さんのセンスです。この演奏を聞く誰もが同じ感動を得られるとは限らない。人それぞれ感受性が違いますから。
そしてもう一つうがった見方をしますと、それまでベルリンフィル版を聴き続けていたファンが、これまた違った魅力を聞かせるこのウィーンフィルとのライブ演奏を聞いて、あ、これまでとは違うなと新鮮さを感じた場合、これはどうしても従来と違うというのが嫌ました称賛につながることがあるのかもしれない。それが悪いとは言いません。ただ聴き手の環境やシチュエーションもいろいろな場合があるということです。昔聴いて良いと思った音楽、演奏が後々でも同じ感動を与え続けるかどうかというのはまた別問題だからです。はい、この演奏 LP レコードは決して多くないです。まず日本版、イギリス版、フランス版ですね。いずれも EMI 系です。ドイツエレクトローラ版があるのかどうか私知らないんです。もし何か情報をお持ちの方、コメント投稿をよろしくお願いします。というわけで、これ LP レコードではプライベート版や海賊版がないのが特徴です。そして CD でも EMI 系がほとんどで、最近アルトゥスがこのブラームスコンサート全曲をまとめた CD を出しています。はい、これ EMI 系とは結構音が違うんですね。 EMI の方は一見なだらかなんですが、全体にフォーカスがかかっているようで、ティンパニーなども音の抜けが良くない。両者比べてみますと、このアルトゥスの CD の方がよほど鮮明です。例外的にクラウンパレットが1月26日表記の CD を出していましたけれども、演奏内容は完全に27日と同じです。音源の流通の仕方、 CD の発売時期からしても、これ明らかに EMI 版のコピーだと思います。普通にこの演奏を楽しもうという方には、現在入手しやすい、しかも鮮明なアルトゥス版をお勧めします。さて、この後はウィーン版の2週間後、2月10日のベルリンフィルとの演奏になるんですけれども、これは1953年5月18日の同じベルリンフィルとの演奏の比較でお話ししたいので、後に譲ることにいたします。はい、先に1952年3月7日トリノイタリア放送のオーケストラの記録について少々お話ししたいと思います。これはカナダのロココレーベルで登場したもので、日本では1951年のハンブルク版と同様、レジェンズのシリーズで RVC 版が国内版の発売を予告していたんですが、結局中止になってしまった。というわけで、国内版 LP、CD ってなかったんじゃないでしょうか。現在ではこのターラ版、そして R 版でも聞くことができます。その他にもいくつかあったでしょうかね。ローマにしてもトリノにしても、ライ、つまりイタリア国立放送オーケストラとの公演ライブは、ごくわずかの例外を除きますと、録音はディスクカッティング、演奏も時々面白いものはありますけれども、全体に冴えない印象のものが多い。ファンの間で悪評高いチャイコフスキーの醍醐もそうです。実際にはあの5番結構聞きどころのある演奏なんです。フルトヴェングラーがこれほどライの放送オーケストラとの演奏の機会を持ったのは、音楽マネージメントのクララ・カムス夫人との長年の交友によるものだったようです。戦後フルトヴェングラーは決して好条件とは言えない演奏量であっても、マダム・カムスの招きに応じたようです。ある時カムスがカラヤンに謝礼額を尋ねた時、カラヤンは得意げにフルトヴェングラーと同額と答えたそうですが、フルトヴェングラーの報酬がいかにささやかなものだったかを知って、カラヤンが大いにうろたえたとクラウス・ラングの著書チェルビダッケとフルトヴェングラーにあります。この演奏ですが、やはり録音の状態が良くないですし、オーケストラの響きが浅いのも録音のせいなのか演奏のせいなのか、ちょっと見極めがつかないところもある。オーケストラの自主性がやや希薄な分、きちんとフルトヴェングラーに従っているところもあって、ドラマティックなところは弱いですが、第二楽章などは結構いい線いってると思います。第三楽章は逆にフルトヴェングラーの加速についていけていない。前半ちょっと破綻も見られます。アンサンブルもそうですが、管楽器などにケアレスミスといいますか、あまりに単純なミス、チューニングの狂い、不安定さがあったりします。フィナーレも前半はやや鈍いというのが実直なところです。会場内には結構パワフルな音が鳴り響いていたのかもしれませんし、このフィナーレ部分的にはなかなか高揚した感覚も聞けます。
残っている音源の状態だと思いますけれども、田原版それからこのホザンナ版もどちらも指して変わり映えしません。この程度の差であればもう比較しても意味がないように思います。この R 版のホザンナ版、どうやら LP 起こしということはカナダロココ版の板起こしだと思われます。でこのホザンナ R 版では第三楽章の始まりがちょっと頭切れ、唐突に始まっている。まあ、この両方を聞き比べてみるとわずかにホザンナ版の方が音の見通しがいいかなという気もします。いずれにせよ僅差ですけどね。ただし私最近入手した CD で、なんとライイタリア国立放送の自主制作 CD、 これ R 版ではなくてきちんとしたプレス版です。これ詳細不明なんですが、他のどれよりもオリジナルの音源に近い CD だと言えます。こうした録音になりますと復刻トランスファーによって演奏全体による印象がガラッと変わることがある。曖昧なものを聞くよりは状態の良いものを聞きになる方が良いと思います。ライイタリア国立放送にはインターネットホームページがあって、フルトヴェングラーのヒストリカル録音のいくつかをネットで無料で聞けるようになっています。それと関連があるのかもしれませんけれども、サイトではこのブラームスの2曲は聞けなかったような気がします。すいません、私これ偶然にネットオークションで見つけたもので、どこどこで買えるという情報がないんです。申し訳ありません。さてこれで合計7つの演奏の解説を終え、残るは3種類の演奏だけとなりました。注目度の高い演奏です。皆さんの中にもこの演奏を高く評価しておられる方があると思います。まず1952年2月10日の演奏ですが、これは2月8日9日10日の3日間にわたって行われたベルリンフィル創立70周年記念のコンサートです。プログラムはベートーベンの大フーガ、オネゲルが1933年ベルリンフィルのために作曲したムーブマンサンフォニック、そしてシューベルトの未完成とブラームスの1番というものでした。このコンサートの近辺を探ってみますと、作曲集中のためにベルリンフィルをはじめ指揮活動を縮小したいフルトヴェングラー、オーケストラとの様々なトラブルを抱えていた暫定的首席指揮者だったチェリビラッケ、そしてカラヤンだけは避けたいフルトヴェングラーと三者三様、オーケストラも込みで限りない思惑や策略が交錯する中で演奏されたものであったことがわかります。このあたりはクラウス・ラングの著書チェリビラッケとフルトヴェングラーに詳しく書かれています。そして1953年5月18日のブラームスの1番にもまたチェリビラッケとのちょっとした関わりがあるんですけれども、これはまた後でお話しします。はい、この1952年2月10日のブラームスの1番ですが、1976年に初のレコード化以来、非常な熱演として多くのファンを魅了してきました。何しろ1976年当時に聴けたフルトヴェングラーのブラームスの1番の演奏といえば、復刻音質に問題があり冴えない演奏と思われていた1947年11月の EMI 版が主なところでしたから、このグラモフォンからのベルリンフィルとのライブというのがいかに期待を持って迎えられたか想像できようというものです。そして確かに熱演です。まあそれも大雑把な言い方なんですけれども、例えば1951年10月のハンブルクでの演奏よりもずっと柔軟です。そしてウィンフィルトの演奏よりもずっとドラマティックでノリが良く、オーケストラがひたすらひた走る、そしてゆったりとした部分では十分な歌い込みを聞かせてくれます。これから解説していきますけれども、後に大きなどんでん返しもありますので、その点をお含みおきください。この演奏冒頭から迫力あると言いたいところなんですが、実はちょっと違っています。確かに立派なんですけれども、例えば翌1953年5月の演奏と比べてみると、よく言えばずっとリラックスしたスタートです。これはテンポが速いとか遅いではなく、またフォルテとピアノのバランスがという問題でもない。オーケストラからの音の立ち上がり、勢いだとか弦楽器のビブラートなどを合わせたまとまった響きの勢い、そしてそこに音楽演奏としておっと思わせる何かが加わるんですが、冒頭に限っても実は1953年演奏の方がより際立ったものがあります。第二楽章も部分的には素晴らしいものが聞けるんですが、全体としてどうも普通に素晴らしいフルトヴェングラーのように思える。うまく言えませんけれども、どこかフラットなムードがあるんです。
この演奏が確実に熱を帯びてくるのはフィナーレになってからだと思う。これは1953年版と比較したために余計にその違いが聞こえたのかもしれない。たまたま私はそういう印象を得たというだけのことです。この1952年版レコード化から40年以上が経ち、その間数多くのファンを魅了してきた演奏ですし、これによってブラームスの第一交響曲への開眼を遂げたという方もあるでしょう。それに型で押したように毎回一律の水準を持つ演奏ができる方がおかしいという考え方もある。先ほどたまたま思い出したんですけれども、カラヤンが1988年5月最後にサントリーホールで演奏したベルリンフィルトのブラームスの第一番、グラムフォンで CD になって大評判になりましたけれども、私個人はテスタメントが CD にした、その後同じ年の10月にロンドンで演奏したものの方が見事だと思いました。これもカラヤンが日本で最後に指揮した演奏なんだとか、この演奏会の時の当例でカラヤンは涙を流していたんだというようなエピソードが先入観として入ってきますと、演奏そのものの特質を聞こうとするときに冷静な判断が難しくなってしまうんです。そしてやはり名盤ガイドの推薦文などは参考として読んだ方がいいと思います。これに限らず批評の読み方は盲信すべきではない。自分自身で聞いて判断するというのは第一原則だと思います。これが長じて初版オリジナル版だからいいんだとか、入手が難しいレア版だからいいんだというのは演奏そのものとは全く関係ない自己満足になってしまう。レコードというのは演奏を聞くための手段です。私個人が尊重するのはその時々のフルトヴェンガラーの演奏をできるだけ的確適正に聞かせてくれ、その演奏内容を楽しませてくれる音源やディスクです。時にはより優れたサウンドというのを求めて同じ演奏の様々なレコードを探すお遍路を続けることもありますが、それはあくまで演奏の本来の姿に近づきたいと思うからです。希少性の高いレコードを巡る趣味というのとは全く違います。1952年の演奏、第4楽章の話題に戻りますが、フィナーレに至ってこの演奏は際立った迫力を聞かせます。それまでの前半部分に感じた物足りなさを一気に取り戻してくれるようなすごい演奏です。これはもう徹底しています。ブラームスの第一のフィナーレで成し得ることのできる妙味、我々が期待する劇的な展開を描き尽くしたかのような、まさに圧倒的な演奏です。ところがこの演奏もう一つ変わった特色がありまして、 LP で聞くと CD よりもはるかに熱気というのが伝わってくる。これ不思議なんですが確かにそうなんです。実はレコードで聞いていますと、これまで申し上げた演奏上の特徴が明らかに倍増して聞こえる。グラムフォンからの初 CD 化は1985年くらいだったでしょうか。実はこの初版 CD の音がやや団子で古めかしいものに聞こえる。これあまり言いたくないんですが、初期リマスターのセンスで出来が良くなかったものじゃないかと思えてしまう。これ SFB 自由ベルリン放送協会の収録なんですが、かつてはドイツグラモフォンの専売アイテムでしたけれども、現在ではフランス協会、ドイツ協会、そしてドイツ協会との提携だというスペクトラムなどが CD 化しています。そしてグラモフォンもオリジナルスのシリーズで再発しています。フランス協会とドイツ協会、基本的に同じマスター音源を使ったと思われます。例によってフランス協会の方が多少迫力の増したサウンドを聞けますが、大元は同じですね。そしてこの両協会版では演奏後の拍手が聞けます。ドイツグラム本番もオリジナルスになってから大変鮮明になりました。というわけで今回の YouTube 動画のためには、私 CD ではこのドイツグラム本のオリジナル版を中心に聞き返しました。追加情報として、この1952年のベルリンフィル版の第3楽章オリジナルス版の表記で4分7秒のところにポンと弦のピチカートの音が入っています。かつてはこれを目立たなくしようと様々な修正がされていましたね。以前はこれ弦が切れたなんて言われていましたが、弦が切れる時にはこんな音は鳴りません。文字通り線の切れた衝撃音やバシーンという音がします。これは明らかに弦楽器奏者によるミスで、開放弦のラの音が鳴っています。
おそらくビオラではなくてバイオリンでしょうね。モノラルですから方向感がありませんが、まあよくある事故ですし、大した問題ではないと思います。そしてさらに、そのいくつかの修正、音源の差し替えの問題がありますけれども、これはマニアックすぎますし、実際に音源を聞きながらという検証も必要になってきますので、まあ皆さんに直接お話しできる機会があれば、またその場に譲りたいと思います。今の段階では、この時、複数の演奏の録音が存在するという証拠はなく、どのソースによるものであっても演奏自体は同じものだと申し上げておきます。そしてもう一つのベルリンフィルトの演奏、1953年5月18日のライブですが、これはフルトヴェングラーがベルリンフィルト演奏した最後のブラームス第一の演奏になったものです。これは1970年代にアメリカのディスココープ系、日本ではワルター協会と呼ばれるレーベルから出ていたものですけれども、これは当時あまり評価は高くなかったようです。私、これらのディスココープ版、忘れもしない秋葉原の石丸電機本店で買ったものですけれども、この53年の一番に関する限り、ちょっと音のクオリティに聞き劣りがして、確かに演奏内容にもあまり感心しなかった覚えがあります。その後、イタリアチェトラ系からも出ましたけれども、実はこれものすごい演奏なんだということに気がついたのは、このドイツフルトヴェングラー協会版 CD を聴いてからのことなんです。第一楽章の初めから意外なほどストレートな開始です。テンポ設定も早めと言いますか、何より停滞がなく、またフルトヴェングラーの演奏としては基本のスタンスからしてあまり芝居じみたところがなくて、ずっとストレートな切り込みです。安直な言い方をしますと、ちょっと若返ったようなところがある。1950年代のベームやカラヤンの演奏していたテンポ設定に似ているとさえ思います。しかし細分はもちろんのこと、弦の厚みもこれ明らかにフルトヴェングラーなんですよね。第一楽章、これまでのスタイルとはちょっと違う、主にテンポ面ですが、スケールとかドラマとか試作的な雰囲気というよりも、より切り込みの激しいものです。第二楽章の出だしもそうですが、実はオーケストラからの音の立ち上がりが非常にストレートです。希望に対する反応が早くて鋭いんですね。1952年版はそうではないのかと言われるかもしれませんけれども、1952年版ほどの脚色がなされてないように聞こえる。そう言って悪ければ、オーケストラから引き出されたサウンドが実に雄弁なもので、テンポ上の脚色があまりないのに、大変説得力の強い演奏だと言えると思います。第二楽章の盛り上がりも、音楽の波が押し寄せるような部分でも、比較的インテンポが保たれています。ドラマティックさの表現の手段として、テンポの変化というのがあまり使われていない演奏ということになります。オーケストラの音色というのも不思議で、ここでは1952年版ほどに荒れ狂っていない。52年版よりも大人ですね。まあ単純に言い切ってしまいたくないんですけれども、1952年版とこの53年版、どちらがより濃厚でしかも迫力のある、全体として水準の高いのはというと、この53年版ではないかとうっすらと考えている。ぜひ皆さん、もう一度この演奏を聞き返してみてください。この演奏 LPCD ともにあまり多くないです。オーソライズされたものとしてはドイツ協会版とターラの CD があります。LP レコードは鹿版的なものばかりですね。これはリアス放送ではなく SFB、現在のブランデンブルク放送所蔵の音源。リアス音源はコンプリートで CD になってますけれども、SFB ものはかつて LP では各国協会に音源を提供していましたが、最近ではさっぱりです。いつか SFB ボックスの登場を期待したいと思います。それから私、最近になって知ったんですけれども、このドイツ協会版と同様、非常にクオリティの高い音源を使って LP レコードが私的に作られています。時たまオークションに出るようですけれども、私残念ながら入手していません。現在探しているアイテムの一つです。この LP レコードもドイツ協会版同様、大変音楽的に聴くことのできる素晴らしいクオリティを持っているということです。さて、先ほども登場したクラウス・ラングのチェリビラッケとフルトヴェングラーという本の中に、すでにベルリンフィルと様々なトラブルを抱えていたチェリビラッケに、ベルリンフィル事務局が来シーズンのプログラムにブラームスの破綻調交響曲をご用意いたしますと書き送っています。この手紙、なんとよりによって1952年2月11日、つまり
このベルリンフィル創立70周年記念コンサートでフルトゥエングラーがまさにそのブラームスの1番を指揮している時に書かれた手紙なんです。しかしこの翌年のシーズン1952年9月から53年6月までのシーズンではチェレビダッケのブラームス1番の演奏は実現しませんでした。このシーズンではチェレビダッケベルリンフィルのコンサートはたった3回でブラームスは第二交響曲破綻調交響曲としてはベートーベンの5番が取り上げられただけでした。これがどうやら1953年4月フルトゥエングラーとベルリンフィルのドイツ国内旅行のツアーの曲目としてブラームスの1番が与えられその後日談的にこの録音で聞かれる53年5月17日から19日にかけての定期公演でも演奏された。芸術監督であるフルトゥエングラーがブラームスの1番を希望したゆえにこの年チェレビダッケはベルリンフィルではこのブラームスの1番を演奏できなかった可能性があるとだけ申し上げておきます。さて残された最後の録音1954年3月21日なんとベネズエラのカラカスに客演した記録にたどり着きました。フルトゥエングラーはどうやらチェレビダッケから南米のオーケストラの素晴らしさではないですねその吸収意欲といいますか熱心さについて聞かされていたようです。とにかくわずか2回のコンサートのためになぜかこの地を訪れブラームスの第一交響曲を指揮しています。円形劇場と言われますけれどもこれ野外公演ですね。そのためジジジジジギチ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 なんていう虫の声も入っていますしヘンデルには赤ん坊の鳴き声も聞かれます。3月末で虫が鳴くのかしらと思いましたがこの時期のカラカスの最低最高気温は18度から28度だそうです。残響エコーがありませんのでちょっと音としては潤いがありませんが弦楽器なんかかなり生々しく聞こえてきます。この演奏イギリスフルトゥエングラー協会が初めてレコード化しました。ただ A 面にヘンデルの合奏協奏曲とブラームスの第一第二楽章B 面にブラームスの続きとシュトラウスのドンファンという具合で片面40分の収録、まあ、いかに DMM であっても今聞いてみるとカッティングレベルが非常に低いです。この後イギリス協会は CD も制作しましたけれども LP レコードとは曲目のカップリングが違っている上奇妙なことにこの CD この LP の板起こしだったそうです。はい、CD ではヘンデルのコンチェルトグロッソ入ってないですよね。まあ、板起こしというのも言われなければ気づかない。板起こしとしては良質なものだったんでしょうけれども、制作はこれちょっと雑なもので、曲の頭が欠けてるとか、CD の方はあまり評判が良くありませんでした。そしてさらに、この後イギリス協会は、アウトサイドヨーロップという2枚組の R 版を制作しましたが、ここでは音源を新しくしたそうで、確かにこれまで聞けたものよりもずっと鮮明で、しかも全体が安定しています。現在のところ私これが決定打だと思う。なんかフルトゥエングラー夫人の持っていたテープだということですよね。ただこのセットやはり R 版なので、というところがある。一度日本フルトゥエングラー協会がプレス CD で同内容の CD を作ったことありますけれども、いずれにせよこれ困ったことに会員頒布用でまたすでに頒布を終えているようなんですね。ぜひフルトゥエングラーセンターあたりが再発行してくれるとありがたいんですが、市販版としてはタンホイザーを除いた形でこのアーキペル版それからゴールデンメロドラム版もありましたっけ。すいません、私聞いてないんです。私フルトゥエングラーの音源はこうしたレーベル全く買わないんですけれども、他にCD のないカラカス演奏だからと聞いてみたんですが、これ全く残念なディスクでした。オリジナル音源を使用したものと比べて参考にもならない水準です。それはともかく演奏の方ですが、オーケストラの技術的レベルは未熟なところがありますけれども、実に熱心な気力の感じられるものだと思います。なんと言いますか、アマチュアオーケストラのような入れ込みようが感じられる。ティンパニーが落っこちたり早めに入ってしまったり、弦楽器の高音域ではピッチが不揃いだったり、フィナーレ助走部の細かい動きがメンバー一人一人で弾けていなかったりっていう基本的なミスがあるんですけれども、アンサンブルは結構まともでオーケストラが頑張ってるなっていうのが伝わってくる。第二楽章の弦楽器の音圧なんかこれまでの9種類の演奏の中でもかなり強烈なものの一つです。濃厚な第二楽章を聴いてみたいという方にはおすすめします。そうですね、これ第二楽章が特別に熱い演奏かもしれません。
フィナーレもどこか散漫で、それぞれのセクションできちんとしているんですけれども、全体としての流れ、聴き手を吸引する力は思ったほどではないです。ただし、トリノでの演奏よりは、録音の状態も良いですし、よほどフルトゥングラーの記録として価値があると思います。そして録音のクオリティでは、1947年8月のザルツブルクでのウィーンフィルの演奏よりも、よほどインパクトがあります。結果としてこれはフルトヴェングラーがこの世で指揮した最後のブラームスの第一交響曲になったわけですが、これは偶然にそうなっただけのことですけれども、何か微笑ましい演奏を残してくれた。深刻な、聴いた後に打ちのめされるような劇的な演奏ではなく、技術的には多少物足りないけれども、なんとも人間味のあふれる演奏で、フルトヴェングラーの生涯におけるブラームス第一番の演奏が締めくくられたこと、そして私のこの演奏動画もまた明るく締めくくることができる、そんな幸福感を感じさせてくれるドキュメントだと思います。そしてやっぱりこれ、白鳥の歌というのには程遠い。この演奏の8ヶ月後にはこの世を去ってしまうフルトヴェングラーですが、ここにはひょっとしたら難聴の苦しみ、不安はあったかもしれませんけれども、およそ迫り来る死の影というのは感じられません。しかも決して丸で終わった演奏ではなくて、それからも文章が続いていく点であることも思われてきます。さて、フルトヴェングラーの残した全10種類のブラームスの第一交響曲の演奏を聞いてきました。1950年からベルリンフィルのフルト奏者となっていたオーレル・ニコレーがチェルビラッケの指揮でストラヴィンスキーの火の鳥を、フルトヴェングラーの指揮でブラームスの一番を初めて理解したと言えます。そしてその曲は彼らの解釈と切り離せなくなるのです。そうすると客観的な判断に欠けるかもしれませんが、いずれにせよ私にとって今でもフルトヴェングラーのブラームスの一番は絶対的なもので、あれ以来二度と聞くことはありませんでした。これちょっと最後の部分が分かりにくいんですが、おそらくあのような見事な演奏は二度と聞くことはなかった、聞くことはできなかったという意味だと思います。実は私自身もこれと似たような経験があります。2回にわたったフルトヴェングラーのブラームス第一交響曲解説動画の最後に私個人の思い出を付け加えておきます。フルトヴェングラーの10種類のブラームスの一番を聴きながら、私が学生時代に聴いた薄木先生の指揮なさったブラームスの交響曲第一番を思い出しておりました。実は単にオーケストラの裏方のバイトとして出かけたんですけれども、コンサートはただで聴いていいよと言われたので、池袋の芸術劇場の上階でベートーベンの田園とブラームスの一番というプログラムを聴いた。確か1991年の2月だったと思いますが、これはいつぞや申し上げたかつて名古屋フィルハーモニーの名物ティンパニー奏者だった山口十郎さんのティンパニーの凄まじさもあって、この強烈なブラームス1番の演奏には圧倒されました。コントラバスは10本使っておられましたし、十郎先生はベルリンフィルの名ティンパニー奏者だったヴェルナー・テーリヒェンのお弟子さんでしたから、まあ、だから単純にテーリヒェンと似た傾向にあるという問題でもないんですが、フルトヴェングラーを敬愛しておられた薄木先生の音楽作りの方向と相まって、まさにフルトヴェングラーの演奏を聴いた後のような高揚感を覚えたものです。単純にフルトヴェングラーを引き合いに出すつもりはありません。しかしこの後約1年間薄木先生のもとに出入りさせてもらった時の様々な経験、そしてお話を伺う中でいかに先生がフルトヴェングラーに傾倒しておられたかを知って、ああなるほどと納得したものです。私個人はブラームスは2番3番しか指揮したことがありません。第1番にトライする勇気を未だに持てないでいるんです。ニコレの言うフルトヴェングラーの指揮するブラームスの第1番の感銘は、私にとってはあの時の薄木先生の演奏でした。もちろんそれから30年近くの時間が経っていますし、私自身も自ら演奏に携わるようになったので、決して盲信的になっているわけではありません。しかし我々の人生には折々あの時この時だからこそ聴ける感銘を受ける音楽との出会いというのがあると思っています。はい、長らくのご視聴ありがとうございました。次回はフルトヴェングラーの指揮したブラームスの第二交響曲のお話をいたします。